大阪市立中津南小学校は、大阪府大阪市北区中津6丁目にあった、公立小学校。中津のうち、阪急電鉄の線路異性の地域と、大淀北1丁目の一部を航空としていた。児童数の減少により、2010年3月に、閉校した。学校跡地は2011年8月より、大阪 YMCA インターナショナルスクールに、転用されている。 当時の西成郡中津村で2番目の小学校として、大阪市中津第一人上高等小学校から分離する形で、1916年に西成郡中津第二人上小学校として開校した。1922年は、新淀川改作によって隔てられた、当時の中津調整工事に設置された、成功事分教場を、中津第一人上高等小学校より移管した。 聖光寺文教場は1925年3月に独立し、大阪市中津第三人上小学校となった。1925年には大阪市への編入に伴い、大阪市立となっている。また1941年には国民学校令により、大阪市中津南国民学校と称した。太平洋戦争に伴い、 1944年には、京都府はまた郡に中かすじ村、上六人部村、中六人部村、下六人部村へと、学童集団疎開を行っている。また、1945年6月1日、6月7日の大阪大空襲により、木造校舎が全焼するなどの被害を受けた。繊細で、校舎、校区の被害が大きかったため、1946年に、 大阪市中津国民学校へと統合され、一時休校となっていた。1954年には大阪市立中津南小学校として独立、再開した。しかし2002年度2003年度の2年間は、大阪市の学校では珍しい複式学級を導入するなど、1学年に1クラス、児童数100人に満たない、小規模の状況が長期にわたって続いていた。 そのため、大阪市の学校規模適正化の対象校となった。地域住民との協議により、大阪市立中津小学校に統合する形で2010年3月に並行した。ありがとうございます。